どうも孤独です。いや暑いね。今日も盛岡は日中34度になるらしいですよなので今朝8時ちょっと過ぎぐらいですね。風があって気持ちいいですよ。湿度がねそんな高くないんで、今のうちに湿度をして、今日はこのペンタックス Q10 のシネレンズつけてカスタム設定をリバーサルフィルムでね撮っていこうかなと思います。結構色のね、違いがね、緑と青と、赤とかね、もうくっきり出るんじゃないかなと思ってまして、ね、ちょっとこの試験をして、その状況で僕の感性に、合うようであれば APS-C のもうちょっとセンサー大きいの買おうかなって今悩んでるところなんですね。という試験も兼ねております。で場所はね、どこに行くかあんまり決めずに、ぶらりといい被写体があったら撮るということと、あとは朝と昼兼用のね、ハンバーグ買おうと思ってるんです。ハンバーグって言ってもマックとかでいつも買わないんですよ僕。スーパーに行くと150円ぐらいでね売ってるの、それもそこにねパン のちゃんと設備あるからさ、焼きたてので来るんでね、一番安くていいですよ。美味しいしね。ということでね、パンを買いながら、ブライトいい被写体を撮るということで、休日のこの清々しい朝のひとときを過ごしたいなと思っておりました。それでは行ってまいりましょう。この東屋とこの木漏れ日っていうのかな、こういう感じ撮っていきましょうかね。カスタムでいろいろ色をねいじくれるんですよ。緑濃くしたり、ピンクしたり、ブルー濃くしたりね。そういういちいち一手間も二手間もっていうのはね、今の僕の感性に合ってるんだよね。わざわざ感とかね。あとこの高松製のその朱色だね。ホワイトバランス被写体ごとにいじくるじゃないですか。その後にねグリーンボタンを押すとさ、元に戻るんだよね一発で。いやこれ使いやすいよ。僕みたいなのには使いやすい。ホワイトバランス常にオートの人には関係ないだろうけどね。この辺りからね電線とね NHK の鉄塔行ってみますか。からあれだな、上田小学校だな。ここから下から鉄塔を見上げましょう。ハンズマーと木原、これいい感じだね。あ、ここから岩手さん、いいね、岩手さんね。今こっからね、これ立て坂橋なんだけど、川ですね、川ね。今日の夕飯はカレーにしますよ、カレー。夏はね、カレーが一番楽でいいんだな。作るの簡単だし、スパイスがっちり効かせればさ、力も湧いてくるからさ、夏はカレーだね、やっぱりね。じゃあ、山田線の鉄橋がね、これでしょ。これ、ちょっと逆光気味になるね、こっちからだと。逆光気味だし、これ巡行で撮りましょう。あっち行きましょう。この夕顔瀬橋撮っとくかな。撮りましょう。じゃあ橋の上からの岩田さん行きますか。今ね、サラリーマンの人がね、
サラリーマンがどうかわかんないけど、岩津さん見てさ、ちょっといろいろな思いに浸ってたような気がしたな。昔の僕を見てるようですよ。辛いことがあったらね、橋の上から岩津さんを見てさ、勇気をもらうとね、そういう日々でしたよ。よし、鉄橋鉄橋。まあ仕事で悩んでんのかどうかわかんないけどさここら辺ちらっと岩津さんの残しつつ鉄橋メインみたいな。ここら辺からね、まあ見上げるっていうか、ちょっと下からここら辺にね、ここら辺にね、ここよし、真下からのアングル。いい錆びた遊具あるよこんな感じがいいよね。いやこれはさ、錆びだからさ、リバーサルフィルムじゃなくて銀のこしだよ、銀のこし。チャン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 、この通りの ここに古い建物あるな。この古い建物、街灯と古い建物、高松の池からこの岩手大学の夕日の中でね、撮った動画アップしたらね、やっぱり泣いだしといたね、懐かしい絶対いると思ってんだ。ここもいいよ、ここ。ここら辺からしっとり感がね、ただね、この草が邪魔だね。光がさ、いい感じで差しててさ、虫に刈れるかもしれないけども、中に入ってくるこの道大好きなんだよ、本当に。よし、ここを取りましょう。ソフトフィルターつけなくてもね、にじんだ感じだね。いや、いいね、シネレンズで、ね、そして重要文化財って言いますかね。静まり返った岩手大学。本当静まり返ってる。今バスを追い越したから、バスと鉄塔と言いましょう。